青コーナー、193センチ、110キロ、マイカーベルナルド。後半帰ってくるか、マイク・ベルナルド。赤コーナー、186センチ、116キロ、ゲリー・グッドリッチ。返り討ちにするか、プライドの番人、ゲリー・グッドリッチ。3分3ラウンド K1 ルールで行われます。放送席の解説は桜庭和志さん、そして K1 ミドル級マサトさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。さあ最高の対戦ですよ、 K1 ルールね。マサトさん、今日のベルナルドすごい気合の入った顔してますね。すごいですね、とにかくもうあの8月の敗戦が悔しくて仕方がない、当たり前ですよね。そうですね、K1 ルールで負けたわけですからね。そうですね、ここも絶対勝たなきゃいけないと思ってますよね。危機迫る表情です、このマイク・ベルナルド。 K1 トップファイターの名にかけて、意地にかけて、強いマイクが帰ってきたところを見せなくてはならない。桜庭さん、この試合前のこの両者の雰囲気どうですか？近寄るのも怖いぐらい殺気が出てる。さあベルナルド、ウッドリッチ、ローいいですよ、ロー助けてたんですね。さあ、グッドリッチ、世界の喧嘩団長、プライドの番人。さあ、K1 の相手だろうと、何だろうと、叩きのレッスンだと、K1 ルールを2回にわたって受けております。K1 ルールで争われる、片谷ベルナルド。土俵際に立っているのはベルナルドだ。二度続けて負けることは許されない。一方のグッドリッチ、再び相手を沈めてる。グッドリッチも耐えましたよ、はい、すごいですね、まあ、一発一発がすごいパンチしてますね、二人とも。いや、そしてこのローキック、マサトさんがこれはいいな、おっと左のインロー。いや、でもまだダメージありますね。そうですね、まあとにかく立ち上がりから両者ものすごい手が。K1 のプライドにかけて、意地にかけて、マイク・ベルナルドがゲーリー・グッドリッチを倒しました。雪辱しました。1ラウンド2分12秒、 KO でマイク・ベルナルドの勝利。猪木ボンバイエ2002 K1 ルール